帰ってきてしまった。このモードに、いや言うて1試合ぶりだけど。ソロモード、それは自分の力のみでチャンピオンを勝ち取らなければならない。変態たちが集まるモードなのである。ソロモードやってる人に失礼だろ、やめろ。変態さんたちごめんなさい。誰が火に油を注げと言った。で、今回は何のキャラを使っていくんだ。まあもうこの画面でネタバレ食らってるけど、一応動画のためだからな。今回使用していくのはレースです。堂々と嘘つくとは異度胸しているじゃないか。なんて、可愛い冗談は置いておいて、本当に使っているのはバルキリーですね。いやもうこの画面の時点でわかるから。てなわけで戦闘開始。最初のお相手はパスさんです。ブラックプルで駆け回ろうという魂胆だな。お前はロビーに帰って訓練所送りだ。練習して出直してくるんだな。絶対復讐しに帰ってくると思うんだが、その時はもう一回倒してあげましょう。っていうかシレット最強コンビ拾っちゃった。ボルトにフラットラインか。これはなかなかの大当たりだな。正直ソロモードは最初で武器を拾えるかどうかにかかってますからね。これは爪痕もろたで駆動。ルーグ調子に乗る。あと、今回バルキリー使っていると思うんだが、こいつを選んだのに何か理由はあったりするのか。もちろん、なんかウルトで飛んだらめっちゃ敵倒しに行けるかなって、そのまんますぎるわ。でもこれを見ている視聴者に問いたい。皆さん、最近のテレビって面白い？微妙。急に話題を変えるな。え？じゃないんだよ。子は話全然通じないじゃん。そんなこともあるよね。お前と話してる時ぐらいだよ。で、何を視聴者に伝えようとしてたんだ。あ、そうだった。皆さん、ソロモード、まあ味で敵蹴るスピードやばくないですか？確かにそれは思う。全員が爪痕目指してるから、全員突撃してきて、第一収縮で10人前後になるとかあるな。なので私は考えました。考えちゃいました。視聴激しいな。敵がいないなら、ジェンシーで飛べばいいじゃない。てなわけで今回はバルキリーのウルトが溜まり次第、ジェンジェン飛んでいこうと思うのでよろしくお願いします。飛んで遠くまで行ける上に、索敵もできるんだよなこのキャラ。そうそう、これほどソロモードの爪痕にふさわしいキャラなんていないでしょ。あ、やばちょっとエイムが。焦ってフラトラのエイムもブレてたな。爪痕狙うと緊張するんだよ。さすがにそれは意識しすぎじゃ。いや、いつまで経っても爪痕は緊張する。そうでしょ？同意も止められても困るな。で、こんだけ倒したのにまだ敵いるの？倒されたらそりゃやり返しに行かないと。エイペックス民は思考がバーサーカーなんよ。おとなしく違うとこ行ってください、と思ったけど帰ってきてくれたらキル数増えるな。煽るか。やめろ。でもまあ、そんなことしている暇あったら違う敵探すよね。それはそう。ていうかこれでキルリーダーじゃないんだ。だいぶ倒してたと思ったんだがな。どこかで快進撃を続けているモサがいるというわけか。こういうやからは早めに倒しておかないと。私の取り分が減ってしまう。あ、どうにかして私のところに飛んできてくれないかな。そんなうまい話はないぜ。まあこの人倒してから考えましょう。あ、敵いる警告消えた。さすがにもうここらには敵はいないか。な、ラ、バ、バルールとの出番だと思ったのに。全然まだいたわ。ではではでは、今度こそ空を飛びましょう。皆さんを快適な空の旅へご案内いたします。なお着陸時の命の保証はありません。怖すぎるわ。さて、ちょうど良さそうな敵はいるかな。お、早速検知に引っかかったな。片方では撃ち合っていてもう片方ではそれを玉露としてますね。ならその後ろに回り込むまでだ。てなわけでこんにちは、トルテチャンネルです。以後見知りおきを。あ、ヤバ逃がしそう。ふぅ、なんとか倒しきった。相手はハボックだったから、ワンチャン狙って打ち返してきてたな。本当にワンチャンあるからこのフッ怖いで。近くにちょっと、いきなり瀕死になったんだけど、あの、見逃していただけたりなんて。あー、これ無理だ。いや、あの状況から勝てるか。こいつ、先に消しておく必要があるな。ただの支援だ、個人的な感情はない。言ってること無茶苦茶だぞ。見つけた。私が受けた屈辱を食らうがいい。これ負けたらここまでの苦労が水の泡だけどな。そうだった。やばいどうしよう。ここで負けたら全てが終わる。と思うじゃろ。勝てたの出番時解決です。無茶苦茶やん。この人ハボックだったから全然負ける可能性あったけどな。勝った方が勝ちなんだよ。私の中の今世紀最大の名言。わあすごい名言だな。はい、じゃあウルト溜まったので、もう一回飛びましょう。じゃあアンプ。お、今一瞬打ち合ってるとこ見えた。打ち合いのところに行くのもいいが、お前あとライフ一つだからな。マジで気をつけろよ。あ、はいはい分かってるって。とりあえず突撃しよう。バカすぎて私が辛い。ていうかこんなに周り集まってきてたのか。落ちちゃった。それはやばいだろ。上に敵いるぞ。まあまあまあ、最悪バルキリーなら空中飛べるし。こうやって降りてきてくれるバーサーカーならこっちのものですよ。いや、普通に負けそうだったんだけど、っていうか字幕でピンチなの隠してない？そう、そんなわけ、あるんだけど、あるんかい。そんなことは気にせず早く敵倒しましょう。あ、ごまかした。下で銃を撃っていたのはお前か。残念だったな。私が来たぞ。今度からは周りを見て行動するんだな。いつもお前がやられてることなんだよな。そんな話聞いたことないよ。嘘つけ。一旦中で回復挟んでと、さっきから上で好き放題撃ってるやつを倒しに行きましょう。安全地帯からバカスカ撃ってきやがって。絶対にいるさん。この上かな？それともこの上？あれ全然いないじゃん。え、じゃあ中にいるの？まあ、上にいないなら必然的にそうなるわ。さっきから足音はしてるんだけど、その角で待ってたりして本当に笑えないからやめて。
正面でよかったな。一番近くに本当の敵がいたのかもしれない。さらに後ろにも敵いたぞ。やったな。全然やったじゃないわ。今生きてるのが奇跡すぎるので、生きていることに感謝して聖剣突きでもしますか。目指すは音を置き去りにするスピード。霊夢の場合絶対に感謝とかしなさそう。私は感謝を置き去りにします。一番終わってさ、まだこの上に敵いるかな。さっきジップで船から降りてたぞ。マジで。あと14人とはいえまだ油断はできません。そこの敵は私のものだ。あれ、もしかして終わった。終わったっぽいな。逃がさんぞ。せめて1キル取ってやる。あ、これ負けるかも。そういう言葉が負けを呼ぶんだよ。なんかごめん。いいんやで。後で反省文5万枚な。頭おかしいんじゃねえのこいつ。おや、私と同じくアンチに入ろうとしている同士がいますね。一瞬で溶けてたな。いやー、気の毒に何の疲労で突っ込んでましたね。横から撃たれてたから、この先で待っている敵がいるはず。撃ち合う前に回復入れとこ。よし、これで全回復しました。さてさてさて、その位置そんな強くないと思うけど大丈夫ですか。ここからがバルキリーの強み。ミサイルを撃ってスタンさせましょう。これやられるとマジで地味にうざいんだよな。25ダメージ入るし。いやはや、ここで25ダメージはさぞきつかろう。また戦おうね。待ってるよ。しっかり弾は拾っておこう。肝心なとこで弾切れとかシャレにならない。ではここで久しぶりにコメント返信コーナーやるぞ。お、いつの間にかやらなくなった気がしてたけど、なんか久しぶりだな。それじゃあ記念すべき最初のコメント。最初ヘリそんな早ないし、爪痕余裕やん。思ってたら最近ヘリ早すぎ。それな、本当に運が良くないと取れないし、なんなら初動がむちゃくちゃすぎて試合にならないのがほとんど。だからチャンスがあったら確実に取りに行きたいよな。故に私はバルキリーを押します。まだ取れたわけじゃないんで頑張ってください。でもサムネでみんなし、感度って何使ってますか。感度についてはこの動画に載ってるぞ。よかったら見ていってくれよな。トルテさんのチャンネル、エペやめた彼氏に勧めたらめちゃくちゃ見てました。その後エペ復帰してました。一人の迷えるエペリンを救ってしまったか。お幸せに。ちょっと待った、これあと一人で爪痕だー。一旦コメント返信中止。絶対にこいつを倒す。逃げてきたということは絶対に体力少ないはず。悪いな、これを逃がすほど私はお人よしじゃないぞ。早は見解。こうなったら反対側から。そう思うよね。はい、向こうの扉閉じに行った。あとは背後からいただきます。え、これが20キル目でいいの。背後から切ると見栄えが悪すぎる。まあ爪痕には間違いないので、コメント返信の続きしましょう。はいはい、それじゃあ次のコメント。チャンネル登録しました。オルター使いながらオルタネーター使ってください。またオルターでオルタネーターか。わかるぞ。だいぶオルター使ったから飽きてきたよな。全然あり。ありなんかい。センチネルで近距離当てるコツがあったら教えてください。センチネルはですね、キュッとのぶっ込んでキュッと落ち込んだら当たりますよ。ごめんなさい、多分キュッと間違えてます。ショートでよく見かけるからロング見たけどめっちゃ面白い。ありがとうございます。これからもよろしく。じゃあ今回はこれくらいで。またコメントしていってくれよな。ちょっとこれはひどくない。お互いに沼に散らかしてて助かった。ていうか20キル取れたから安心しすぎて。ムフニャフニャ。これ射程なかったらどうなっていたことやら。その時はその時よ。あ、虚空に入ったらもうこっちの勝ちです。1対1での虚空はほぼほぼ意味ないしな。欲張ってくれたら全然ワンチャン作れるけどね。って、なんかホライゾンいる。一旦このレースのアーマーもらいましょうか。あとはもう突撃あるのみです。いないんだけど。これどこ行った。もしかして上いる。あ、全然岩陰でした。ありがとうございます。お互い同じくらい削ってるな。私には失うものがないので気持ち的に私が有利ですよ。これであと一人、残り3部隊でここで戦ったということは、そりゃもう玉に来るしかないでしょ。来るのは知っていた。あとは落ち着いて対処するだけ。GG。あ、25キル？そんな倒してたっけ？倒したのはいいが実感湧かないな。もう一回見直してこよっと。霊夢が編集でキル数書き換えてるかもしれないし、信用なさすぎだろ。というわけで、今回の動画はこれで終わりだな。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。これからもこういった動画を定期的に投稿していく予定なんだぜ。ではまた次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バーイ。